どうも皆さん、ハリガネです。今日の動画は噴霧幅が決まっている場合のスプレーノズルの選び方についてお伝えしていきたいと思います。よくいただくご相談として、決まった幅の対象物に対して洗浄とか散水したいという場合ですね、どういったスプレーノズルを選べばよいのかというご相談いただきます。なので今回はその選定のコツをお伝えしていきたいと思います。今回は3つのポイントに沿ってお話ししていきたいと思います。1つ目は、決まった噴霧幅からスプレーノズルを選ぶためには噴霧高さが重要であるというお話。2つ目は、その噴霧幅と噴霧高さが決まると角度を設定することができるんですけれども、その方法について。最後に注意していただきたいこと、この3点で進めていきたいと思います。まずは1つ目の噴霧高さが重要であるというお話なんですけれども、スプレーノズルから噴射された水流というのは、ノズルから離れるごとに噴霧幅が広がります。同じノズルでも距離によって噴霧幅というのは異なるので、どれくらいの高さにスプレーノズルを設置することができるのかを決めていただくことで、ノズル選定がスムーズに進みます。次にスプレーノズルの噴霧角度の設定方法についてですけれども、噴霧幅と噴霧高さが決まると噴霧角度を決めることができます。この作業は弊社で公開している表を参考にしていただくと簡単に行うことができます。一流体スプレーノズルのカタログをお持ちの方は、巻末のスプレーノズル技術資料の項目を、お持ちでない方は弊社ホームページの技術記事というところから03噴霧角度の項目をご覧ください。この表では噴霧高さに対してそれぞれの噴霧角度でどの程度水流が広がるのかが分かります。例えば噴霧高さを 100mm で 300mm の幅をカバーしたいという場合には115度のノズルが必要ということになります。この表から115度のノズルが必要ということが分かったので、その後は115度の角度のあるシリーズから噴霧流量や圧力を決めていただくということがノズルを選ぶには必要です。さて、先ほどの表にも計算上の噴霧幅というように書かれていたんですけれども、こちらは計算によって求めることができます。これが計算方法ですね。スプレーノズルから出た水流を三角形に見立てて、この半分の三角形に着目します。この半分の三角形について、タンジェントの逆関数、これは関数電卓とかインターネットでも計算ソフトがあるんですけれども、このタンジェントの逆関数を使って噴霧幅の半分の、ここの三角形で見るこの半分の値を噴霧高さで割った値で求めると、ここの丸の一つ分の角度というのが求まります。なのでスプレーノズルから出る噴霧角度を知りたいという場合には、この丸二つ分なので、これを2倍すると噴霧角度になります。先ほど説明した噴霧幅が 300mm、 噴霧高さが 100mm の例をとると、この半分の三角で注目するので、タンジェントの逆関数で150、300の半分の150ですね、を100で割った値を2倍するとだいたい112度は必要だよということになります。なので弊社のスプレーノズルだと115度のノズルが必要ということになります。3つ目の注意していただく点なんですけれども、先ほどご紹介した計算上の噴霧幅の求め方、これはですね、どんな噴霧高さでも求めることができます。ただ噴射された水流というのはずっと広がり続けるわけではないです。だんだんと勢いを失ってまっすぐに落ちていくところがあります。屋外だと風に流されるような場合もあります。具体的に計算上の噴霧幅と実際の値がどれくらい違うのかについては、各スプレーノズルの特性や噴霧流量、それから圧力によっても異なるので、一概に説明することは難しいです。 250mm 噴霧高さですね、噴霧高さが 250mm までであれば、先ほどご紹介した表をお使いいただいて、それ以上の距離であれば参考として計算値を求めていただき、実際には噴霧して確認していただくのが最も良いです。最後にまとめなんですけれども、決まった噴霧幅に対して洗浄とか散水をしたいという場合には、まずはスプレーノズルを設置できる高さを決めていただくのが良いです。そこから噴霧角度を決めていくんですけれども、
その噴霧高さが 250mm 以内であれば、弊社で公開している標高をお使いいただいて、 250mm より離れている場合というのは、まずは計算によっておおよその噴霧幅を計算していただいて、実際には実測していただくことが良いです。はい、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。この動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。また動画をより良いものにするためアンケートを実施してますので、そちらも併せてご回答いただけると嬉しいです。それでは。